おはようございます。黒三つ葉です。ということで、今回も時空縛りの方をやっていきましょう。ということで、今回の相手はですね、こちら。はい。初の絶級ですね。黄泉の主催神、イザナミと。いうことで、こちらに挑んでいこうかなと思います。ということで、パーティーこちらです。はい。キーを先頭に置きまして、そしてね、タスが足らずにタス感できていない。まあ、これはこれでなんか昔っぽいけどね。うん、昔のあの多数を振るのが難しかった時代っぽい、食いバタが2体とすんげー中途半端に振ってあるね。で、フレンドランはですね、タス感してあるテキーラを置いてありますということでやっていきましょうか。まあ、キーはね、あんまイザナミで使われてるとこを見たことない方も多いと思うんですけど、割と初期の頃は適正として使われてました。まあ、ヌラリヒョンの方がまあ強かったりとかはするんですけど、まあこのキーもね、SS がなかなかダメージ出せたりするので、まあ、使っていきましょうか。ということで行きましょう。レッツゴー。よし、ちょっとマジで集中していかないと、タス感してないのはさすがにやばい。よし、イザナミやっていきましょう。いやー、とうとうだね。いやもう初めての壁かもしれないね。本当の意味での。まあ、イザナミはね、もう、クエストの説明はしなくていいと思うんですけど、まあ念のためしておくと、このゾンビですね。このステージの肝となってくるのは。はい。この2体のゾンビが蘇生し合うと。それによって、まあ、結構無限にゾンビが湧き続ける可能性があるという、そういうステージになっております。まあそれがやっぱりイザナミのメインギミックだと思いますね。はい。なので、まあこのゾンビループを抜けて、道中は進んでいくと。で、ボス戦になると、まあ、イザナミが出てきてね、そのイザナミが結構高火力だったりとかするので、まあ、そのイザナミに対してね、どう立ち回っていくかっていうところが、肝心になってくるクエストかなと思います。よし。でね、まあ、イザナミはね、本当に、今まで初めて勝ったクエストの中でも、一番嬉しかったかもしれないっていうぐらい、思い入れ強いね。うん、イザナミ最初に勝った時のあの感動は未だに忘れてない。本当にもう何年前なんだろうね。イザナミ降臨してからもう本当に6年とか経ってるんじゃないのかな。6年ってすごいよね。ね、あれだよ、水たまりボンドがあれだよね、毎日投稿6年つってたから、それぐらい前ってことだよね。えぐいな、そう考えると。で、まあ、当時のイザナミといえば、やっぱり最強キャラだったんですよ。手に入った時が。その、反射レーザーあるじゃないですか、イザナミの。あれが、もうバカ強いってことで、もう本当に、持ってる人はヒーローみたいな感じだったね。イザナミ、もう本当に、いや、イザナミ勝ったのすげえみたいな。ちょっと前のセツナみたいな感じだったのかな、イメージ的には。え、お前セツナ持ってんのみたいな。あの感じが、イザナミだったかな、当時の。もう本当にイザナミ持ってるやつイコールすげえやつみたいな、もう最強みたいな時代でしたね。初めて勝った時ね、自分ご近所マルチでやったんですよ。そうそう。でね、ご近所マルチで俺その時さ、まだ課金もしてなかったし、もちろんオーブもね、その時なかなか配ってもらえてなかったから、割と帰省してたの。割とね、マルチにその灰つくばって帰省してたんですけど、その時にね、まあ、もちろん自分で貼ることもあったんですけど、俺ね、タイガさんって人がいたんですよ。テキーラ使いの。その人がね、なんか、普通クイバタとかって、ね、当時の時代から言うと、テキナポのみの時代だから、テキーラナポレオンのみみたいな時代だったから、基本弾かれるんですよね。クイバタで入ると。ただまあ、そのね、タイガさんって人はね、自分がテキーラ持ってるのにもかかわらず、自分がクイバタで入った時ね、クエストやってくれて、それで勝てたんですよ。だから本当にね、なんだろう、マジで感謝してる。マジで感謝してる。で、もう本当に顔も見たことないしね、ツイッターとかも知らないからさ、そう、ご近所マルチでは結構そのイザナミが降臨する前から、割とね、たまたま一緒によくやってたんだけど、なんか思い出の人だね。うん。本当にね、会って話してみたい。そんな思い出があるんですよ、イザナミには。当時まだ LINE マルチなかったしね。もうだからご近所マルチでやるしかなかったんだよ。よし。
や、強えな、ワンウェイレーザー。本当に削りがちげえ。いやー、でも当時本当にモンスト下手だったなっていうか、まあ、まだ確立されてなかったからね、いろいろ。弾き方とか。マッチショットに関しても、初クリアした時には、まだ知らなかったかもね。うん。ハート欲しいな。オッケー。あっちはね、金波になるから取りたくなかったんですよ。で、食い渡り金波取りましょうか。で、レーザーでリドラやって、あー、オッケー。キーで取れた。うわー、嘘、上行っちゃった。ミスった。どうしよう。上のまま抜けたくないけど、でもそろそろね、爆発してくると思うんですよ、こいつ。あー、してきたわ。その爆発が今だった。抜けよう。あー。そんなことある？じゃあもう一旦使わせていただきます。あざます。よしで横下がりしていこう。 OK。 これでネクロンの位置に行ってくれるとよかったけど、若干上だね。ネクロンはここのステージは左下と右上に出てくるので若干上。まあでもリドラにダメージ与えれるから、まあ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 なしではないね、完全に。 OK。 あ、 OKOK、 完璧じゃん。でそう、このステージは意識することはただ一つで、ネクロンを含めた、オッケー、ネクロンを含めた、あ、そうそうそう、二体処理ね。最初はネクロンを含めた二体処理で、そっからはネクロンを含めた、二体処理か。ネクロンとあともう一体倒せば、その、たまにゾンビが蘇生しない時が出てくるので、まあ、そこがね、突破の狙い目になってますね。オッケー。これ挟まんの地味にむずいんだよな、山竹と違って間狭いから。オッケー。でこっからキーの調整をしたい。これさ、イサナミの頭の位置覚えてないな、あんま。やばい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 。いや、キーはねちゃんと配置したい。ここで高さ配置するか。いや、高さだ、高さ調整しよう。うわ、嘘、まくってんのかよ。いやー、これキー配置できなかったのつらいぞ。左上にね、ボス出てくるから、そこに配置したかったんだけどな。オッケー。テクニカルショットだったね、今のは。気持ちいい。マジイザナミ楽しいわ、ほんと。ほんとに楽しい。いや、この後死ぬほど負ける可能性あるけどね。全然あるけどね。いやー、あのバハムートに殺されまくったわ、そういや。で、あれバハムートじゃないんだよね、正式名称。正式名称あれ、赤いドラゴンなんですよ。これ公式設定ね。公式曰く赤いドラゴンって呼ばれてましたね。オッケー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 。マッチはしなかったけど。ワープが出る。オッケーオッケーオッケー。ハート取っちゃったけど、まあいいでしょ。テキーラどういこうかな、これ。うわー、いや、それなら沈めてほしかったな。まあ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 。あいつね、口からね、2の攻撃かな、ピッ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 って変な弾入ってくるんですよ。それ食らうとね、マジ即死級だからね。それは食らいたくない。あ、あれね、あれあれあれ。これ耐えるかな。アップねー。オッケー。危ねー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 。怖っ怖っ。初期のイザナミ楽しいけど怖っ。よし、
オッケー、配置完璧。これでもうレーザー当たっていくだけでこのステージは割と削れる。で上のシールドに痛いよー、痛っ。やっべー、これやって、これやべえな。いや、ハート取れねえ。いや、まずいって。いや、低いだろ。よし、危ねえ。これがイザナミだよ。マッチショットで一発逆転が狙える、これがイザナミ。ストライクショット、届いてくれ。うーわ、何やっとんねんボケ。俺マジ何やっとんや。よし、よしよしよし、ストライクショット、いけ。よっしゃー、クリアー。よっしゃー。いやー、いやいやいや、勝てたけど、勝てたけど、やべえな、難しいな。キーリでね、俺こんなあっさり勝てると思ってなかった。普通にめっちゃ苦戦すると思ってたもん。あざます、やったー。イザナミいらっしゃい。いやでもさ、これノーコンで落ちたやつで満足していいのかな。なんか当時はさ、ノーコンなかったんすよ、超絶。もう一回行きましょう。もう一回行きましょう。ちょっとノーコンで落ちたやつは、まあまあまあ、売りとかはしないけど、ちょっと満足できねえわ。今までノーコンの OK はもらってきたけど、今のはね、なんかちょっと違うなって感じだわ。イザナミとかやっぱ超絶は、落ちるまでがね、クエストだと思ってたから、当時。だからもうそこはね、ちょっとちゃんとやろう。やっぱさっきのやつすごかったんだな。ちょっと待って、調子こいたこと言ったな、俺。やっぱちょっと、濃厚でもらっても嬉しくないっすね、みたいな。思いやがんなだよな、ほんと。ストライクショット。ワープ避けた結果、ボスに当たらないという。ですよね。うわー、マジかー。やばい、配置がやばい。この位置、一番やばい位置。やらかしたな、SS っての失敗だったな。あ、まあ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 。どうだろう。わからん。わからん。とりあえずテキーラは撃つだろう。オッケー、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 オッケー。こいつのレーザーが痛いとこだったから、それだけ怖かったんだよね。で、もうこっからはボスを削っていくだけなので、あとはクロスレーザー意識しながらボスを削っていく。よし、気持ちいい。うわー、これだよねー。たまんねー。わー、なんかやばい汁がね、頭の中を駆け巡ったね今。落ちて、よし。やっぱね、さすがに1体はノーマルかスピードから落とさないと、やっぱ勝った気になれないよ。初期超絶は、うわー、気持ちよかった。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、黄泉の主催神イザナミの方に挑んでいきました。
で、次回どうしよっかな。まあ、串灘の方行ってもいいし、まあ、イザナミを使ってね、ちょっと、究極クラスのクエストで遊んでもいいかなと思っておりますが、うん。またちょっと決めておきます。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。黒蜜葉でした。